1977年の矢文駅と、周囲約500メートル範囲。右が、門別方面。門別側に16線道の踏切がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成矢文駅は、北海道上川郡下川町上内野郎に、かつて存在した、北海道旅客鉄道内野郎本線の駅である。 ナヨロ本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で、下り1本上り2本。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。点鉄器を持たない防線駅となっていた。 仮上工場に出事を持つ開業時からの無人駅で、駅舎及び待合所は存在しなかった。ホームは円る型にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。駅の北方にそびえている矢文山に由来する下川町の盆地に入ったところに位置した。2000年時点では跡形もなくなっていた。2010年時点、2011年時点でも同様で、 遺構は全く残されていなかった。駅跡地は民間へ売却され、農地となっている。ヤブミカリ町工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。